第5戦前の練習中、フレディ・フリーマンの右足首にスパイクの上からテーピングぐるぐる巻きでノックを受けてました。本当に大丈夫か？絶対無理はしないでくれよ。フレディ足大丈夫？休ませろて。痛そうやん。満身創痍のフリーマンかっけ。いやこれは無理だろ、さすがに。休ませてあげた方がいいんちゃうか。アメフトで多く見られる、オンシューズテーピングやな。アメフトの一体感で安心感あるテーピング使ってるやん。フリーマン兄弟活躍しそう。ほんとや。本当に満身創痍。フリーマン怪我をして頑張ってる。悪化だけは絶対にさせないでほしい。ガッチガチに固めてるやん。これでノックとはよく受けられるな。ノックはいいけどあんまり無理しないでほしい。大事な一戦やから無理して出る感じやろうな。DH が空いていれば。無理して悪化しないことを願うばかりや。怪我なのに無理して大事な試合に挑むとか漫画の主人公やん。その足でしっかりバッティングできるのかが心配。多少無理すれば守備はできるかもしれないけど、打つ方は難しいんちゃうの？それに走らなあかんで。大丈夫なのか？これだけぐるぐる巻きのテーピング、戦いに戻るために必死だと思うけどメンタルの方が実は心配。スパイクの外側にも巻かれてるやん。そこまでしてでもの心意気。痛々しい。今この時この一瞬に全力を注いでいるんだろうけど辛いなぁ。出場するにはまだ時間がかかりそう。こんな大事な一戦、本人からしたら出たいやろうな。いやめっちゃ痛そうやん。休んだ方がいいと思う。無理すると感知しにくくなるし、トレーニングしても足首は癖になるからやめた方がいいと思うぞ。打撃はできるんだから代打の切り札として控えといた方が脅威じゃないだろうか。守備だけじゃなくて走り方を見るとちょっと不安なんだよな。できれば動かない方がいいと思う。もう少し安静にしておいた方が早く治ると思うけどな。明日はみんなに任せて先のシリーズに向けて準備してほしい。たとえ出られなくても、こういう姿勢がチームにいい影響を与えるんだよな。